シュートはどっちかどっちに行く？右か左。そういうことやな。右か左にしかシュートこうへんからな、まず。まず一つそれ。あれね、オッケー。ずっと見送ってる人に。で、今やったら相手コントロールして味方もして、確かに難しいよ。距離もな。正面にいるから。でも右か左に早く反応する準備しようしな。で、ペナの周りやし、これ味方がいっぱい立ってんねやな。じゃあ、翔平、前は見やすい、見にくい。翔平どう？アレンどう？前は見やすい、見にくい。味方も敵もいっぱいいたら。見にくいやんな。っていうことは反応する時間はさ、ちょっと難しいやんな。足の間抜けてきたりする。そやのに、こうやって突っ立ってたらこれ、翔平シュート取れそう。アレン取れる？取れへんやんな。だからしっかり低く構えてほしい。体を前倒して。で、手も下にして、右か左しかこうへん。で、シュートして。どっちもいいよ。で、これに反応するな。そのイメージをまず持ってほしい。よく。もう一個は、その頭がないから、この辺見て。シュートこう。正面なんやったら手ここでいいんやけど、さっきみたいにちょっとずれたシュートに対して、いや、こうやって取りに行って失敗した人いるのは何人か。だからこれ、近いし、難しい状況やから、全然シュート弾いて大丈夫。あれもしよう、これもしよう、キャッチもしよう。弾くのは向こうに弾こうと、そんな考えてるから。右に来たら右に早く倒れる。止まんやから、こぶきをシュートしてこっちに。右に来たんやったらいいよ。右に来たら右に早く倒れるっていうイメージを持っとかな。それを取ろうかな、こっち来たらどうしよう、あっち来たらどうしようかなって考えてるから、状況難しい、近い、寺の中、本線、右か左に早く倒れる意識も、だから手は当然下にして相手に向ける。OK、もう一回やってみて、場所変わって。ナイス。そう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 、あれ。枠。ナイスキーパー。右か左、取れろ。ナイス。翔平ナイス。小学生レベルやな。すぐじ。ナイス。取りに行けたら取りに行ったらいいし、倒れるんやったらアリソンでもいいし。ナイスキーパー、ワイドのブロックな。オッケー、ルール戻して、足元止めてもいい。ツータッチで打ってもいい。けど合わせて全部。キーパー困らせて、そういうことやな。外なんやったら。待ってたが待ってたが、そう、その時にワイドのブロックとかするから届かへんのな。アリソン横倒れたらね、ここに移動してんのに広げられへん。だから倒れた方がいい。ナイスキーパー、えい、あー、ナイスキーパーねえ、うん、飛び出したあんだよ、悪くないか。